なんか今日ここ最近ずっとレッスンで休みもなくやってるんですけど、もう少し顔合わせが9日にあって、ちょっと痛いニキビ。さっき潰して血入れた。最近は9日にあれ、坊ちゃん劇場の顔合わせをしてきました。そしてずっとレッスンを、結構本当にね、すっごいレッスンもずっとしてて、4日目なんですけど、4日間で結構本気で2、3キロ痩せました ご飯も食べてないからあれなんですけど、劇的に顔が ぎっすりしちゃったんですけど、ここ最近はありがたいことに本当に休みなく動かしていただいてて、体力勝負です。そして昨日つけたきゅうりを今から食べて、大西からもらったチーズケーキを食べます。でもここ最近ちょっとご飯食べるとすぐお腹いっぱいになって気持ち悪くなっちゃうので、食べれるところまで食べたいと思います。きゅうりはあっさりしてるからさ、結構食べれるんやけど、炭水化物がちょっと重くて最近食べれなくなっちゃった。気持ち悪くなっちゃう。多分急に食べてるから。自分でキュウリをつけました。で、今日はレッスン終わって E ファンタジーの収録に行ってきました。ちょっと皆さんの前じゃないと。ご飯食べなさそうって思って、めんどくさがって配信してご飯食べようって思いました。うん、あさりけ、髪染めました。こう書いたからめっちゃ赤くなってる。どうですか？昨日なんかあげたインスタがめっちゃ好評で嬉しかったけど、一応加工とかあんまフィルムカメラやからしてないけど、そのいじってはないけど、でも詐欺っぽい感じやから いいように撮ったやつを抜粋しただけやから、このショールーム配信をして写真と全然違うやんって思われそうって思いながら配信をしてます。配信するときそれがちょっとためらいでした。写真と全然ちゃうやんって。思われるの嫌やなって思って、配信どうしよう悩みます。
そんなことないよ待ちね、これあ、よかった、一人いた。美味しかった。ってことでチーズケーキ食べます。大西からもらったんです、これ。写真撮りたいけど今これでやってるわ、撮れへん、どうしよう。開け方わかんね。できた？じゃあ食べます。スイーツして大丈夫だと思うって。あった、ハマ定期的にエゴサしなさい。もうねしなくなっちゃった。あのツイッターのタグ付けは見てます。インスタのタグ付けも見てます。すごい、写真撮りたかった。後でなんかまだ食べてませんよ風に撮ればいいか。そんな器用なこと自分にはできるのか。美味しそう、見てね、写真撮って見て、写真撮った、写真撮って、美味しそう、撮れた。これ乗せていいやんな、これ乗せていい、いやでも送って、多分絶対ファンの人のやつ使う。インスタでさ、ブーメランできる、ブーメラン、できた、取れた。で、ここからスクショタイムいっぱいしよう。どっちから食べよう。な、どっちがいいと思う？じゃ、1、チーズケーキ。2、チョコ。今時間ある？そういえば。そんななんか食べてる余裕ある？なくない？食べてる余裕なくない？嘘じゃん。そんな、そんなないじゃん。いや、チーズケーキか。ちょっと待って。投票1、2。1チーズケーキ、2チョコで、1個食べて終わるわ。ゆっくり食べたいやん。でもね、もうねお腹がねいっぱいすぎてちょっと気持ち悪い。なんか最近ご飯食べたら気持ち悪くなっちゃうんですよね。終わり。絶対みんな投票してなくない？いいか。51、チーズケーキから食べます。いただきます。なんかずっと写真撮ってな、みんな頼むで、ほんまに。全然なんかめっちゃ変な写真とかやったら怒るでほんま乗せていい？何この重量感、えぐ。見て、ちょっと、写真撮ってここでた、画質いい？これ画質いい？みんな聞くけど画質いい？画質いいですか？画質いい？これめっちゃ画質悪かったらどうしよう。画質いいやんな、いいわ。サムネみたいなん、どういう感じ？
いい感じ。よし、じゃあ食べます、食べます、実食。半分半分食べればいいんか。まあいいや、おいしそう。いただきます、おいしそう。幸せ。いただきます、ほら、やばいこれ、あ、おいしそうすぎる。いただきます、うまっ。なんだこれは、うますぎる。めっちゃおいしいわ、ありがとう、本当に。しい、うんま、食レポ、めチーズケーキってさ、くどいやつもあるけど、なんか自分ちょっとカロリー高めなのとか重たいの食べたりとか、さっぱりしてなかったらちょっと最近気持ち悪くなって食べれなくなっちゃうんですけど、これね、全然くどくないから食べれる、最後まで食べれそう。めっちゃ美味しいし、なんかね、濃厚、なんかめっちゃ濃厚なんやけど、全然くどくなくて、なんかね、なんて言ったらいいの、甘い、生クリームの味するかも、どっちかっていうと。うまし、うましです。ふん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 、うまい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 です。久しぶりにこんな幸せな気持ちになりました、嬉しい。最近あんまあれやったから、大変やったから、本当に幸せです。今スカイチ幸せ、今週の中で多分一番幸せな時間、今言い切れる。まあ規模今週やけど、うまいです、めっちゃ美味しいし、美味しいし、なんだこれは、これは配信終わってから食べようかな。もう写真も撮ってもらったし、送ってな、これも食べよう、これも写真撮って。食べます、一口食べます、え、めっちゃ濃厚、バレンタインみたいな気持ち。なんかバレンタインの時に友達に作るチョコの味する、なんか懐かしい味、めっちゃ美味しいわ、ありがとう。本当になんか丸ごとチョコレート入ってるみたいな感じ、幸せです。いや、幸せです。今
美味しかった。そう、手作り感がある。手作りってさ、なんせ一番美味しいやん。なんか手作りのガトーショコラみたいな感じ。ガトーショコラのなんかちょっと、なんやろ、チョコが大きく入ってるから、これも楽しみ、後で食べるの。東京リベンジャーズの映画見に行く？行きました。東京リベンジャーズ見ました。ちなみにどこのお店のやつわかんない、お店が作ったんやけど、ガッツァガッツァってやつ。なんかめっちゃ有名なチーズケーキ屋さんらしい。私とセリカ、関西メンバーめっちゃ仲いいんですけど、関西メンバー福留も、この PC とともにいろいろ作業をして、あの台本を覚えたりとかいろいろあるので。痩せました？やっぱ痩せたよね、見た目さえの。でもね、二の腕とかはあんまりね、痩せてないんですよ。痩せてなくない？なんかね、前とそんなか大して変わらん気がする。ほら、プルプルってして、ね、足とか二の腕はね、痩せてない気がします。分からん、もう二の腕とかも分からんし。一番二の腕と足が痩せたいのに、あんまり二の腕と足痩せたって実感がない。顔はね、すぐ結構あのこけるタイプなんですけど、二の腕はね、今はね本当に筋肉痛で、本当に痛がもうね、えげつないです。初めてこんなに、今まで生きてきた中で一番の筋肉痛ですかね。ってな感じで、今日はもうこの辺で終わりたいと思います。タッチョさん、ありがとう。そして6位マープーさん、ありがとうございます。そして5位ミュウさん、みーちゃんありがとう。そして4位そのままいけよアットマークサイナ好きだぜ、もぐもぐサイナかわちまるさん、ありがとうございます。写真載せてね。ということで、3位南国シーサーアットマークハマチュラカギアイアイアイしてるさん、ありがとう。いいね、南国、今沖縄で日本代表やってるから羨ましいです。で、2位トーイさん、ありがとうございます。そして1位クレズアットマーク配信ありがとう、レッスン頑張ってねさん、ありがとう。本当にね、頑張ってねって言ってほしいレベルで頑張ります。はい、ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。大西本当にありがとう。ということで、ツイッターなりインスタのタグ、ストーリーはね、ファンの人のやつ載せていいのか分かんないから、あのツイッターとかインス、今ツイッターとかインスタのやつで写真送ってくれたら、それ保存して何枚か載せます。本当にでもそんなみんなの分載せれないかも。でも大西ありがとうっていうツイートのするために載せたいと思います。はい、ということで今日は見てくれてありがとうございました。はい、今日はありがとうございました。
あ、ということで、明日からも頑張ります。バイバイ、おやすみ、切ります。